シーフード料理フロリビアン料理はアメリカ合衆国フロリダ州のレストランや家庭で見られる料理。世界中からの移民からの影響を受けているが、特にカリーブ地方からの影響が大きく、他にハイチ、バハマ、バルバドス、ジャマイカ、トリニダード・トバゴなどからも影響を受けている。フロリダ州南部のラテンフロリビアン料理、またはヒスパのフロリビアン料理はキューバ、プエルトリコ、 コロンビア、アルゼンチン、ブラジル、ドミニカ共和国などのラテンアメリカからのミックスされた影響を受けている。イギリス、フランス、オランダの植民地となっていたカリブ海の島々の住民の多くは、先祖がアフリカやインドからの奴隷、または移民であり、この地の料理はアフロフロリビアン料理やインドフロリビアン料理と呼ばれている。フロリダ州南部へのアジアからの移民は、 フロリビアン料理の発展に重要な役割を果たしている。シーフードの調理法のほかアジアやカリブ地方の素材や調理法が肉や脂肪分の多い料理よりもフロリビアン料理を一般的に健康的なものにしている。また、フロリダ州の他の地域では、レッドカレー、レモングラス、生姜、ワケギなどの外来のスパイスがグリッツやコブラーなど、 近年のフロリビアン料理に使用されている。フロリダ州南部のフロリビアン料理の発展において、地元の食材を使用することを基本とするアジアの料理の影響を強く受けており、アジアの果物や野菜などを使用している。これらは北アメリカ大陸では滅多に気温が氷点下にならない、亜熱帯でのみ育つ。フロリダ州の海岸線は1350マイルもあり、その沖合で漁獲できる、 様々なタイプのシーフードは、マンゴー、パパイヤ、プランテン、ココナッツ、シトラス、ライツなど、トロピカルフルーツと組み合わせられることが多い。この融合は、フロリダ州南部の独特な料理の発展に貢献した。フロリビアン料理の基本を以下に示す。フロリビアン料理では、元になったカリビアン料理に比べてあまり、スコビルチの高いものを使用しないが、様々な種類の唐辛子を使用する。 しかしマンゴー、パパイヤ、ラム酒、アーモンド、ココナッツ、キーライム、蜂蜜などを使用することにより辛味は通常を抑えられる。フロリダ州南部の家庭では個性的なフロリビアン料理と同様にコールスロー、黒目豆、クラブケーキなどの伝統的南部料理も供される。しかしフロリビアン料理のレストランの多くでほぼすべての料理が融合された繊細な香りが連なっており、 多くの料理が伝統的な料理から変遷していったものである。フロリダ州には中部をメインに特色のあるバーベキューの地域が3カ所あり、フロリビアンバーベキューを含む他の2カ所はカリビアンの影響を受けている。フロリビアンバーベキューはディープサウスのバーベキューのスタイルとインドカリビアン及びアフロカリビアンのバーベキューのスタイルをミックスしたものがベースになっている。 フロリビアンバーベキューとラテンフロリビアン料理の融合として、キューバ、プエルトリコ、ジャマイカ、バハマ、そしてディープサウスのバーベキューをブレンドしたトロピカル、バルバコアがある。フロリダ州の3種類のバーベキューの一つで、フロリダ州南部に多く見られ、フロリビアンバーベキューに次いでカリビアンの影響を受けている。また、フロリダ州のバーベキューで唯一ラテンアメリカ料理の影響を受けている。 鶏胸肉を柑橘系果汁で味付けしたペチュガでポジョ、エーラプランチが一例である。ブラジルのバフェのスタイルロジジオが主な様式である。ラテンフロリビアン料理とはフロリビアン料理とラテンアメリカ料理をミックスしたものである。キューバ、プエルトリコ、ドミニカの影響を強く受けている。一例を以下に示す。ありがとうございます。